いやいや今日はですね、はいはい、まあ中村勘雀最後の、まあ放送ではね最後のまあ名前何落としてんの？ちょっとなんか緊張感が発生してますね。どれが緊張してる？お前不思議な緊張するやろ。いや今ちょっとお尻痛いなって思って。お尻痛いなと思って。緊張ってこと緊張だ。ごめんなさいごめんなさい。位置変えたらちょっと。そうそうそう位置変えたなんか挟んでんの？違います。何あんの？ごめんなさい。ちゃんとご紹介してください。はいお願いします。いやいやそれ気になるやから なんでお尻痛いの？なんか痛いの？いやなんか今日お尻痛いんです。ああそう。はい。もう深く聞かないでください。深く聞かないでってこれおかしい。いや違う。なんでお尻これでなんで聞いちゃいますなんでもうご紹介したらもう変なことは言えないから、はい、その前に聞いとくわ、なんでお尻痛いの、いや俺も聞きたい、ダメです、似てみ勘雀も聞きたい言うとんねん、ご紹介する前に漏れてもだよそんなこと言うから漏れる人やで、ね、ちょっとさっき紹介しましょう、はいね、中村勘雀さんでございます、はい、よろしくどうぞお願いいたします。そして1月2日からは勘次郎、中村勘次郎なら4回目されるということですね、これは襲名だ、大変なことですよ、大阪にまた勘次郎が生まれるわけですよ、はいはい、うん、でなんでケツ痛いの多いんですか、せっかくだから元次郎襲名の話をお尻に挟まないでください。いやいやちょっといや本人が知りたい言ってんね、もう長い付き合いですよ私。はい、ね、だからそう知りたいことはみんな分かるわけや、はい、あんたのお姉さんもそういうのとりあえず分かち合いとかなのかな。なぜかなぜかお尻が筋肉痛なんです。なぜ か, なぜかって筋肉痛。あほんならお前上へ乗ってもうこっちゃーまあ何の上かは分かりませんけどね、うまかもしれない、はい、あそう、うん、はい、昨日昨日じゃもう知らないですよ何か違いますそんなところを使う ね、まあ、まあアクション女優ですから、アクション女優、アクションされたの、いろんなアクション、はい、そうですの、それもやったはんの、はい、アクションにスプリングをちょっと利用したアクション、そういうことですね、スプリングってやった、いやいやでもこれどうですか、今もうね中村勘次郎という名前を僕は先代の先代の勘次郎僕はお会いしたことはないですけど、いやいやだから先代の今もね、はい、それ先代の勘次郎の実は父親ですから、さ仙台なんで、みんなだからね、だからいやということはね、鴈治郎いう名前継ぐっていうと、はいはい、もう坂田藤十郎や思ってたから、そう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 、鴈治郎は短かったんでしょ、でとりあえずでもね鴈治郎なってるわけですよ、だから言うたら今度の場合でも父郎が継いでました鴈治郎という名前を継ぎますっていうことになんないけど、うんうん、はい、皆さんがうちのおじいさんの名前中意識が、いやいやそうだ、だ仙台さん言うと今言ったようにおじいさんになってしまう、そうそうそう、俺は今はもう坂田藤十郎、鴈治郎を飛ばして藤十郎にならはったと思ったんですよ、うんうんうん、みんなそう思わん、でも実は13年ぐらいなってんの、やってはんやってるんですよ、そのイメージがないぐらい逆に言うと二代目鴈治郎の印象が強いのかもしれない、おじいさんのね、二代目鴈治郎ってもう色っぽい人やったんや、お前もこれ喋ったけどね、でもまあそこがよう似てんのよ、うん、うん、まあ私生活はどんな人か知らんかったけどね、二代目鴈治郎なんか垣間見えるみたいな、お父さんから見ると垣間見えるお父さんもなか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 の人ですからね、その時代ね、まあやっぱ歌舞伎役者さんって言ったら、はい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 、僕らからしたらもうすごいいろんな遊びを、ね、やり尽くして芸の肥やしてもうそっちの方が作ったんちゃうかなって、うん、まあ、もともとそうなのかも分からないね、もともと歌舞伎の人たちっていうのは中村屋でもそうやけど、ね、うんうんうん、あそこはもともと小屋主やったんか、そうそうそう、そっからまあそれが高じて、うん、もう自分も歌舞伎やるかいうね、うん、だから結局でもみんなそれね江戸時代の話でしょ、はいはいはい、うちは実は明治からなんですよ、ええ江戸時代から脈々と続いてるみんな思うけども、はいはい、うちは明治なんですよ、浅いんですよ、でもそれから4代目、まだ4代目でしょ、十何代じゃないもん、うちは僕は18代ですよね、そうそうだな、ね、町前さんね、お兄さんとかでも15代とか、うん、十何代、成田屋さんでも十何代、うんね、いやそれ思ったら4代、実はだからうちは明治に入ってからなんですよ、へえ、江戸時代からいや歌舞伎屋しかやってない、そんなんできんの、明治になってから歌舞伎屋昭和からやった方もいてますからそんなん、あまあまあそれは言うでしょ、だっていや中村吉右衛門っていうのはまだ2代目ですよ、ああそうや、そうなんだ、だから言うたらそんなんあるんですよ、みんなふっと勘違いしはん、ほんだ松緑さんっていうのはこれも新しい名前、新しい名前ですよ、うん、だから結局ね、なんでみんなそう思うかというと、古い名前でなんか大きな名前だとなんか昔からあったような気になってるはんねん、うん、だけどうちは特にそう、あの明治から役者にならんかもしれへんってところになったうちなんですよ、
じゃあだからそれがおもろいのは、うん、そこがもうこれだけはっきり名前をね、うん、坂田藤十郎もそうやし、うんはいはいはい、鴈治郎もそうやし、うん、まあもう今千尺もそれからあの寛尺も名前をだんだん残してるからやね、うん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 、これえらい古いとこやと思ってます、うん、やっぱりその歌舞伎役者さんすっごい長い歴史があってっていうのを、うん、まあまあ明治役、明治っていうのは長いねんけども、はい、だから要はあるやんか道でそのなんていうの、 あのレポーターがずっと言っててここはねすごいんですよ言うてる老舗でね、うん、老舗のあの言うたらまあ親子丼ぶりの、ねうんうん、店です、ねうん、昭和45年ぐらいからやってるんですよ、うん、言うねんけど意外と最近じゃない、最近やんねもうね俺も43年やってるから例えば30年 の、 うあの言うたら食堂言ったら、うんうん、そんなに古ないですよねでも実は43っていやめちゃめちゃ長いじゃないですか、ね、長い実は長 い、 長い個人商店としてはめちゃめちゃ長 い、 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 長いでそういうのが続いていくか続かへんかいうのと、うん、継がせるか継がせへんかいうのと初代鴈治郎いう人がすごく大きな名前にしたわけで鴈治郎一覧もね、うん、でもしかしたら初代鴈治郎は継がせる気もなかったかもしれん。もう一代限りと思ってたかもしれん。ほんなら、うん、次の二代目鴈治郎はその初代の子供なんでしょ。いやうちのおじいさん。ところがこれが長男じゃないんですよ。うん、へえ。長男は林又一郎という人で、うん、そのお孫さんが今の林洋一さんですわ。へえ。せやからあそこの家系がほんまは本家なんですよ。ご本家。もうそれちょっと後の対談で撮ってる。本格的ないい話ですよ。話よこれな。いやだから逆に言うたら継がせへんっていうことぐらいに、うん、もう自分は一世一代でいいと思ったかもしれない。いやみんなそうやねん、はいはい、俺らでもそうやけど、うん、よくまあなんかあの6代目笑福亭松鶴、うんはい、で 7代目はね、うん、追贈したわけ、ね、死んでね、はい、うちの兄弟子やけども、うん、でももう兄貴も別にその、まあ、本当親さんのことは好きやったけども、うん、その名前を継ぐことが嬉しいかどうかいうのは分かれへんわけ。三四郎も三四郎で大きなったら、はい、その文子を継ぎたいというよりも三四郎がここまで大きなったんやから、はい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 、二角兄さんも二角兄さんでこんなことこんなとこであっさり言うたら殴られる、うん、二角兄さんもあのだから諸閣という名前を継ぐことに、うん、あの書いてあったんよ あ, の、うん、あれであの遺言であのうちの6代目の、はいはい、6代目が、はいはい、7代目あの、まあ、言うたらもう言うたら二角に継がそうとしたんやけど、うんうんうん、あの時にやっぱりそのお兄さんは、うん、もう二角という名前はあくまで大きしたし、うんはいはい、まあそういううちの師匠の名前も大事やけども、うんうん、今ここでまた突っ走る気持ちを持って。でうん、まあ お断りいうことはないねんけども、うん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 、もっと若いもんに継がしてやろうと思って、うん、あのうちの兄弟子を指名したのかもか、うん、だから、うん、まあもうあの時ちょうど頑張ってたからね、うんまあ、松葉兄さんがもう人望もあって、うんはい、それからこれからテレビにも出だして、うん、これはもうこの人に継がしたらいいと、うん、俺が継ぐよりも松葉に継がした方がいいと思ってそうなった、まあ、下の人に継がしたら長く活躍するそう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 、うん、あの時ねそうやんででまあまあそれはたまたま亡くなってもたんやけど、うん、ほんで今度も継ぐもんがおらんようなって、はいはいねうん、俺らでもそうやけど鶴瓶という名前ってもうね、うん、言うたらもう世間も知ってもうてこれ、うん、バラエティの名前やん、うん、バラエティの名前を、ね、こうするというのは、うん、まあそれはそれでええやないかという思いやから、うん、中村鴈治郎というのはもう一代で終わろうとしたんだ、まあ、そうかもしれない、うん、で例えばねじゃあ鶴瓶さんという鶴瓶という名前を誰かがまあ継ぎたいと思ってもその今度イメージ変わるの大変ですよ。だからそのやっぱり鶴瓶のやっぱり鶴瓶さんって名前が生まれてね、そのもうとにかく大きなってるから、それ継ぐ人って大変やと思う。そのイメージが自分のものになるのが、だそれが辛くて継がへんってのもあるやろうし。で鴈治郎もやっぱり大きすぎたやと思う。大きすぎたやん。だからその本人も継がせる気ないとしたら後のもんも継ぐの大変や。でちょっと長男さんは辞めたかもしれん。でうちのおじさん三男坊やから。そういうことや。ああそうや、ね、間を置いてやっぱり鴈治郎中心になそれを輪かけたようにマスコミにも分かるような鴈治郎そっち行ったからね。俺らもファンやから映画とかも出 て, って、ね、映画も出てそれもみんななんかうまいこと言ってもだよ、うん、でそっちの名前があるわけやで片やこっちはでね17代の、中村勘三郎というのが出て、うん、この勘三郎とまた合体してるのもね、言ったら、うん、まあ芝居ってめちゃめちゃ有名なわけね。実際は僕は見てないけども、ね、そうやろ。でこっちは17代と鴈治郎が張り合うたっていうのは、仲良かったんよ、うん。だからこれが余計にこの4、
今が3代か、その時は2代目ですわ。2代目がそれだけすごい言うことよね。またまたそれも今よりそうじゃっと鴈治郎にちゃんとなるような名前にしはったよな。しはったよ、そうですね。これでまあ言うたら、まあ、3代はシュッと通り抜けて坂田藤次郎になった、うん、いやスッと通り抜けてだって13年やで。そうですね、いやシュッと通り抜けてそれで自分の息子に継がさはったわけや、うん、これ継がし方やな、うん、かっこいいですよね。継がし方やで、坂田藤次郎というもうまたすごい大きい名前ですからね。でも坂田藤次郎いうのはどっから来たの？それは結局ね、多分あのうちの親父父の頭の中ではあったわね。市川團十郎っていう役者が江戸に生まれて、はい、その同じような時期に坂田藤十郎って役者が生まれた。偶然に同じような時期ね、うん、そこそこずっと前の話、うん、もう300年以上話、うん、でその時にところがこれ今みたいにあの江戸と関西の距離近ないから、はい、お互いがお互いを意識することも知らん、うん、偶然にその部分が生まれたわけ、はい、それによって歌舞伎いうのが荒事と和事とかって全然違う味のものが2つできてきたわけ、うん、それによって歌舞伎ってうまく発展したはずなのに、今團十郎だけになって、團十郎家だけ今江戸だけになってると、うん、でこっち側の藤十郎って名前がないことはこれは両輪じゃなくて片方だけやと、で両輪がないとうまくいかんやろなったら藤十郎っていう名前もう一遍復活しようという思いが多分父の中にあったはずや。藤十郎は 何代目？いやだからそれがはっきりせえ、これも文献の中では3代目まであると言ってるけど、3代目って人がほんまにいたかどうか2代目まで分かってる。でうちの親父はあの一応4代目なんですよ。でも4代目藤十郎とはほとんど言わない。私は平成の藤次郎です言うて、何代目って言わへん。いやいや、言うてない、ね、おもろいよね。だから落語もそうやんか、うん、こっちでねあの言うたらまあもう彦八祭りっていうの、うんうん、彦八祭りとかね、鹿の武左衛門の人が向こうにいてたわけ、はいはい、だからこれも遠いとこやけども、はい、全然そんな、うん、その方が意識してなかったわけ、うん、と、うん、ね、うん、言うたらで梅雨の五郎兵衛がおってやね、うん、はい、ね、そんなその頃全然何の意識もしてなかったよ、その、うん、まあ言うたら、ね、電波も何もないしやね、うん、だから意識のしないねんけども、何か遠いとこから噂が伝わってておったでとはあった、うん、あったと思ったでしょ、ね、ね、うん、同じようなのが生まれるわけ、そうや、うん、それが我々に後に広がっていくわけ、大きになっていくんだよね。今はもう大体分かるやんか、向こうでも、うん、ね、うん、すごい、すごい分かる。怖さはすごいね、今言うたら、あの三橋がすごいとかいうの、はいはいはい、もうすぐ見れんねんから、はいはい、志の輔がすごいで、はい、見れるやんか、うん、ね、いやだから今言うと上方落語のね落語家さんと江戸の落語家さんが一緒にやるってことはめったにない、はいはい、歌舞伎もそうやったわけ、昔はそんな一緒にならへん、はい、それがはっきりしてんのは今12月の南座の顔見せ、うんうん、実は頭に東西合同と書いた。ああ、なるほど、ね、だあんなもんは今毎月東西合同や、ね、わざわざ書かんでもええねん。でもそれもいわゆる顔見せだけはお互い東西合同でしましょうよと、珍しい公演だったはずなんや、ね、昔はね、顔見せ書き、顔見せ書き、だから言うたら東京のまあすごい、でこっちは西のすごいのが集まって出てくる、出てくるね。今もうずっとやからね、もう毎月は東西合同みたいになってるでしょ。だからあの招き見たら、うん、向かって右側は西の役者なの、あれ実はあの決まっとんの、あれなん、あの向かって左側は東京の役者なの、あれきっちり分かれてる実は、であれ東西合同になってる、でそれは完璧に昔の流れですよ。へ、こっちも、うん、大阪と東京合流しだしたからね。そうですね、6人の会で、うん、まあ、我々がやった時にやっぱりそれきっかけがあったな、きっかけ、だから僕と小朝さんと、うん、だから小朝志の輔、うん、それから正蔵、うん、それから、言うたら家禄、うん、それから、翔太、これが集まって、で僕が東京に入って、うん、で大阪の話家を出してくれっていうことで、うん、そっからスタートしたの。俺はもうほんまに、うん、あの自爆テロみたいになったんやね。落語協会のあることやったでしょ。そう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 、ね、もう落語やってないのにやらされたんやね、うん、ほんまほんまやね、うん、その時にやってくれ言ってやらされたよ、小朝の兄さんに、うん、まあやったからよかったよ、うん、よかったけど、うん、
いやなんでやれへんねん、出会ってくれと、うん、でそれをきっかけに向こうで会しよういうことになって、うん、ほんなら大阪の人間も向こう、うん、いや米朝一門は行ってても、うん、その春団地一門、うん、分子、まあ、個人個人で、まあ、行ってたこともあったでしょうけども、うん、合体することは交流とかね、そうそうそう、うん、それで読売ホールでは有名なね、まあ言うたら昔から の, まあ名人会があったわけ、はい、その名人会に三代目師匠を呼ぼうとか、はだからもう新たに名人会になるわけ、昔あったやつを作るわけよ、それで小文師匠も出ていただいたし、はいはいはい、だからそれよう出て米朝師匠も出ていただいた、みんな二角人さんも出ていただいたし、やっぱりその合同でやったよね。めちゃくちゃすごいことすごいことしてますやん。俺すごいことすごいことしてますやん。いやいやいや、ほんまに。しかしこっちは身削ってるがな。そうですね。落語もしてないのにやで、ね。そこに参加すんねん。もうこっち人ばっかりの中の取り取ったりすんねん。つらいで。すごいですよ。それでもやっちゃうんだもん。ね、いやいや。だってこういう性格やから前は、まあ、ええ。前は、まあ、ええわって。出たとこ勝負で。出たとこ勝負で。それがね、死神いうのを作ったわけよね。まあ園長師匠が作る。あったそれも新作で挑んだ、まあ、そうそう死神っていうのをアレンジしたんですよ、改作にして、まあ、向こうは死神はもうおじいさんの死神やね、僕はその18の女の死神やね、色っぽい死神やね、うん、でね何笑ってんの、あれ偉く笑ってましたいやええとこ持ってくなと思って、ね、色っぽい死神で最後はその幼馴染ともうなんかし、まあ、言うたら死神やと分かってから行くわけよね、でさあのあれみんなね、そのなんていうの、ろうそくを消すことばっかりが落ちに走るわけ、うん、みんな、うん、ふっと消する、うん、でもみんな消し方落ちの消し方ばっかりやってるから、うん、まあ、それはもうすごい人がみんなやってはるから、うん、もうやめとこうと、うん、ね、うん、ね、それであの消した後にあの一言言いたいっていうのになったわけよ、いや初めて、うん、死神が昔の幼馴染の自分の好きな相手やというのは分かるわけ、うん、で盛り上がって、うん、それでまあ、そこでその部屋で何かしようとすんねんけど明るいって言われるわけよ、うん、明るいから嫌やって言うてろうそく消すわけよ、ふうってほんで死ぬわけよね、うん、消して死んでまうわけよ、はいはい、ね、これ俺考えたよ、死んでもね、これはみんなまあまあ、あの18にしたことはないねんけども、うん、みんなその80とかまあ何か年いったして消したら死ぬいうね、消したら死ぬいうのは、うん、あの初めてやね、うん、消したら死ぬいうのはね、ふってふっと消えるいうのはね、まあ、まあ死ぬねんけども、で死んだけどこの死んだら消したら死神になるわけ、うん、自分で自分の命を絶ったら死神になるでというのをふっとくねん、うん、はいはいはい、で死神が自分のその言うたら恋人なわけよ、やっとわかるわけや、でこれはもう自分で命絶ってんねん、昔にあの自分が家であの島出た時に なんでやけどその車に売られてもう自分がもう処女で処女で立ってるわけよ、ね、そんな初めてわかるわけ、それでこいつがもう昔から好きやったからもう悪いやっちゃうねんけど好きやったから向こう行こうとするわけ、で行くと明るいってその意味もなく、うん、暗いから嫌や言われて持ってふっと死ぬわけ、うん、ふーってこう倒れんねん、うん、アホやなって、この死神も好きやったんよ、うん、18の死神もこの悪いやつ好きやったんやけど、うん、でお互いがこうなって、うん、それでうーんなんていうかなんでなんで、うん、なんで消すねん言うた後に死神が一言、うん、けどやっと一緒になれたっていうのが落ちないよ、のええわそれ、ね、これを発見したからやったわけよ、うん、最後にね、うん、けどやっと一緒になれたっていうのが落ちやねんけど、うん、アホの平次が、はい、ね、ちゃんと言うとけへんから、はい、ふっと吹いた時、その東西名人会でふっと吹いたらドルル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 そ何のための演出やねん、向こうの出方がみんなみんなね、オチは決して落ちやねん、ね、今の、うん、ダーッあらお前ほらもうほんまね降りてきた時に向こうの他のおっしゃんおったんやけど、うん、お前あかぐらーだったよ、絶対なるわ、まあなりますよね、はいはい、なるやんか、うん、次のおっしゃんが、うん、俺そんな怒るタイプやない思ってるから、はい、ちょっと
聞いてちゃう改めて電話したもん。何のことは分からへんから改めて次もう電話調べてほしい、すんまへんでした実はこうこうこうでって、そら怒るわなという話だよ。よかった、いい人やった。いやいや、ええもん、芝居にしたぐらいほんまに。そうそうそう、芝居にしたよ。芝居にできんねん。できる、いやこれ今の絶対芝居できる。そやろ、いや、ものすごいウブな処女の女と、それからあのものすごい遊びに、ちょっと遊びにいるね、あのヤクザの金持って逃げて、あのその、あの村におれんようになって逃げよるわけ、でその時にこの人がめっちゃ好きで追っていくわけ。せやけどまだ16やから、あのもう容易感と泣き崩れるわけね。ほんでここのおとんがものすごい借金して自分を車に売られるから、あのこの人を思って死んでまうわけ、うん、こいつはもう遊び人でいろいろやって、それで死に向いた金、お医者になって、日生医者みたいになって、で死神になって、暴れてすんねんけど、最後にまた元に戻るっていうことなんやけど、これいいよ芝居になるよ。絶対なる、なると思うさ、そうええわ。いいやろ。あんまこれこういう場で言うと誰か取り寄るから、あんま言わないみたいな全部言っちゃいました。もうだいぶやってるもんな俺。そうですね、いやでも芝居になるって全然それ、あ、お前知ってんな、あれ知らんかった。死神は好きだってね、よく、あ、お前言うてたな、死神は好きや、好きです、鶴瓶さんの死に芝居絶対できる。だから俺はその死神をやるときに、今回もそうやけど、あの前哨案行って俺園長師匠の墓参る、勝手に帰ってごめんなさい、あ一応ね、ちゃんともう言わないと。だからいつもやったら、まあ言うたら生きたはったらご報告できるけども、だけどこれはねやっぱりある種いろんなとこで遊んでたからこんなん作れるようになったんや。もうそれゼロではね。いやいや別にそのね、だからもうこんな、だからこう遊んでた時になんかなって。いや、あのこの間千葉の話拝見させていただいたんですけど、その時の喋ってるの、まあまああれはどれくらい収録してるのか僕らはちょっと分からないですけど、もうそのまま取って出しぐらい、取って出しや。なんかこう二人ともすごい楽しそうに話してるんですけど、あの言っていいゾーンとあかんゾーンがすごいあって、ほとんどが言ったあかんゾーンだよな。確かにほとんど言ったあかんゾーンで、昔やったら言えたよね。昔のテレビやったら何もでも言えたよ。今言ったアカンゾーンがものすごい増えたし、ね、昔のことは別に何でもええがな言ったけども、さ隠すゾーンも多いし、あの人のあることやし、名前が大きいっていうのも人のあることやし、半分ぐらい出てましたけどね、こっちもちゃんと名のある人間になってもたから、このもんもじゃあ、いや、いやまだ今日のうち、ああそうそういやでもそうやって、だからそういう時に会うてるって、もうさ大事やね。だからもうその空気感はすごいすごい、テレビ見てても伝わってきましたね。そだからアイバンもやったことないねん、お互いのテレビ初めてやねんもん。へえ、もう初めてやで。だから、だけど絶対観客はおもろいと。だ歌舞伎の中でおもろい人は誰でっかっていろいろ言われたから、いや今出てないけど観客やと、観客がおもろいねんと。でもうそやけどテレビは出えへんかも分からへんけど、いっぺん頼んで言うたらちょうど、まあ、幹事郎もあったから、はいはいはい、だから出てくれたよ。分かるやろ仲いい。いやでも本当にめっちゃ分かりました。笑ってね、お顔を見てて、あーいろんな子だったやなっていう。どんなやつね。やっぱりここはだからもうあの巷の時も言うたけど、はい、成田そこのね、あの成田さん、はい、成田さんね豆まきするとこ、この時中学1年生、はい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 、俺はこんな頭で一緒にやってた、はい、あこの人らが歌舞伎を担っていくねんなみたいな、真面目に学生服着てね座ってるわけ、2人兄弟が、ね、はい、あ真面目なんやなってね、俺は心の中でこんな真面目だかんでって思ってたら全然真面目やいろんなこと覚えた、真面目や言うね、親ともども真面目やでそこまでおもろいに、だんだんそのおもろい芸人少なくなってきたからね。でも硬いイメージがあるやんか、ね、その世界って ね俺その時歌舞伎の人間知らんかったから、まだまだほんまにあの多分勘三郎、ノリ、うん、ちゃんも知らんかったまだね、まだね、勘九郎時代、勘九郎時代そんなに知らんかったもん、その後に仲良くなるわけ、だからこんなだから歌舞伎の人間と一番合うよ今でもそれ、なんか匂いが合うねやろな、それラであの言うたらもう師匠師匠なんて言うたことない言うたことない親さんで、ね、番組でもね、言うな師匠、みんな師匠師匠言うから、ちょっといっぺん師匠って言うたろ、まあ遊んでる時に思ってるからやな、鶴瓶ちゃん、鶴瓶ちゃん、さすがにベイちゃんいいね、ベイちゃん、鶴瓶ちゃん言うてるだけどね、そりゃそやけどこうやって言ってることは多分楽なんや、
まだ先輩ですよ、年上やけど、もう楽やで、うん、一緒に行ってんのもすごい楽やん、馬が、うん、そうそう、要は、まあ、だからめっちゃ楽やったよね、それ。だからこれ何十年も経ってやな、はい、呼びたいと思うわけやん、はいはい、番組にもね、もう今やったらええやろと、うん、あんまり若い時に変に出てたら、うん、なんか分かれへんやん、変な内輪乗りみたいになっちゃうかもしれない、でもこんな大きな名前になってこんなおもろいこと言ったらよくおもろいやん、そうですね、じゃあ、うん、俺もよう言うたら、そのなんかそのね、言うたら若い時にやで、若い時にそのなんていうの、運動会でね、飴玉あのなんかこう入ったところに顔突っ込んでくれるから、はいはい、うん、そんなんね、何がおもろいねんと嫌、はい、や言うて、よう言うてたもん、え、それは 何の時ですか、まあ、番組で、プラスアルファという番組で、これおもろいとお前は思うねんけど、俺おもろないと、あ、今こんな名前ない時にこんなことやってんね、こんなおもろない人間は終わらんの嫌や言うて、言ってたんですか、言うてたよね、すごい、俺なんぼだから、うん、かもう今なんぼ大きなったらこれすると、うん、どんなの、あ、なるほど、で今こんなんなんか刺されてる感っていうのが絶対嫌やっていうのをずっと言うてたよ、それは大事な、すごい 大事なことだね、いや俺だけやなく他のやつにもやらせたるない言うたよ、俺キャプテンやってたから、でキャプテンやけど、そのなんかプラスアルファのキャプテンやけど、キャプテンやのにもかかわらず一番年下やねん俺、へえ、だからなんかややこしいやんか、先輩にこんなの刺すの嫌やと、だから俺が嫌や言うたら先輩もできないんだけど、まあ、そんなんも何も思わない先輩もいたはるからね、はいはいはい、それはそれでかっこええやんか、でも俺らはそんなんまだちょうどややこしい時やったんや、尖ってる時、駆け出しの時だし、ね、世間の目がどう見えるかわからないって時ですもんね、だからずっとそんなこと言ったよ、おかしいとか言うんですよ、それスタッフもちゃんと聞いてくれるんですね、それ言うとまあまあ聞いてくれる人と聞いてくれん人まあ、そういう人によるね、そう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 、聞いてくれん人もあるわな、でいずれ聞いてくれたんや、ほう、うん、だから俺その大喜利やってても、はい、ずっと福団次兄さんが話しかけてくるのやってる最中にだからもう兄さん静かにしなって言ってたけど、怒られんの俺やねん、いつも怒られるからあまり一番下やし、あまりにも腹立ってプロデューサーに言い返すこと、喋ってんのこの人やこの人言え終わった後いつもおもろいかって聞いてくんねんやと答えた後に大喜利答えた後おもろいって聞いておもろいかどうか、ね、いやいやもうさ言うてたけどずっと怒られるからこの人に言うてくれ今やったら言えるやんか、うん、ね、仲ええし福田兄さんとも仲ええからずっと聞いてくれ出た面白かったか、そ自分で言われても困るわ、そんな意味ない、普通は自分で判断することですから、そうや、受けてる時に言うの裏で言うてきたら受けてましたなって今やったら言えるよ俺、うん、ちょっとおもろいかどうか確かめてありますとか言えるやんか、はいはい、もう言うたら大喜利なんかの一員やんか、次のこと考えなそうですよね自分も答えなきゃいけない、怒られるんですよ、至極慎めとか言って毎回怒られる、大喜利で至極慎めとか、仕事してしまう。ほんま。だから007よね。あのなんかゆるキャラにこれ入ってたやん。あの春長兄さんが座長のやつね。ね。こんなかぶせされるわけ。はい、最後にとどうもありがとうって30分番組バーン撮ってて踏んねん。もう上から降りてきて、うん、なんで頭を取るんだ言って怒られたよでなんでだから顔見せたらあかんあかんってことだ、ね、ちょっと待ってとすごいな、すごいなそれちょっと待ってと、ね、子供の夢壊すないからね、あらうちも家に子供おんねんずっとこの今は意味わかるよ、ずっと入ってて、あれ誰やねん誰やねん誰やねんで鶴瓶、うん、って言うたらおもろいなと思うけど、うんうん、誰やねん誰やねんで取ったら誰やねんみたいなったらそんなもんどこがおもろいわかれよ、だから今こうやって見せた方がええやろみたいな、なったんや、そんなもんよ言ったねでも至極もっともの話、もっともの話、至極もっともの話、うん、まあ言うたら若手で言うたら訴えが聞かへん時あるやんな、喧嘩せな知らないわけや、うん、
うん、逆に若手の方、若手の頃の方がもう何でもいいからやってばおうっていうのがあるけど、逆に言ったらその方が確かや、うん、いや、いややって俺、うん、だからもうよう喧嘩したもん、うん、それは大事かもしれませんね。ウグイスダニミュージックを鶴光が歌い、うちの兄弟子が歌 い、はい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 、そこで踊ってくれ言うねんね、3番まで、はい、どうやってそうそう、なんかなんかそのつる、なんかあの何やら新年会カンテレの、ね、でも踊るだってもういつももうそこむちゃくちゃなんねん、はい、あの安志師匠は酔うてるし、でザコバ兄さんも酔うてるし、3番まで踊るって手ないでそんなにねどうしても開けますよね、6番やから脱ぎ出したんや、脱ぎ出してんな、脱ぎ出してなんかしてこうバーンと脱いで、ほんでなんかマッハ文明さんが来られて考えてはったけど、あの安師匠が前をさらはったよな、ようだったから、泣き出す、ね、もうそこでなんかぐちゃぐちゃって思って俺怒られたよ、お前なんでさ脱ぐの、俺悪いけどね、脱いだの俺悪いけど、その偉いさんに怒られたから、もうそこで俺もうちょっと切れてもたんや、ちょっと待てと、うん、3番まで踊るってどんだけあんねんとやってみろ、鶴瓶行け行け言うてるしやな、はい、鶴瓶行けとか言うてるしやで、あんなん3番まで同じ踊るってどうですか、手考えとけよ、踊るぜか、脱がなしゃあねえこんなもん、ボケ歌も歌ですしね、歌も歌や、ストリップの歌やで、そうですよね、踊り子さんだからね、やろ、しょうがない、それでも切れて言うてもたんや、うん、やがしゃあ言ってな、ストリップの歌じゃないと思うのがあるけどねそれはまあ、ね、言い訳としてストリップの歌やねんか、3番まで言っとんねん、お前脱がなしゃあねえやおいだって思ってそれからずっと俺ノックは無用でへんかったもん、ノックは、ね、逆にそれがうまいことなってて、吉本が全部ね和歌山に行く時やったよ、その言うたらなんか和歌山でなんか余興があったやん、まあ、大きな余興があって、あのノックやノックは無用の一番最初はお笑いの人が出んね、うん、ちょっと売れてる人がね、うん、でその時、まあ、喧嘩したんだけど俺もだんだん売れ出したんや、ノックは無用出てくれるから、ノック先生と上岡さんは僕は大好きやけど、うん、そのやっとったやつが俺、うん、喧嘩したやつやから嫌や言うて、うん、ずっと嫌や言ったら、うん、最後角座まで謝りに来た、向こうが頭先に言い張ったんですね、お願いやから出てください言うて、すごい、すごい、そういう恩があんね、うん、俺、もうそれすごい人やで、その人、でもなんかそんなん言ったらもうほんとみんなから嫌われたりとか、そうそうそう、嫌がられたりっていう可能性高いのに生意気だとか ね大いにありますもんね、うん、その代わりまでも先生笑わしたで、向こうに書いて、向こうのねなんか赤レンジャーかな青レンジャー、ね、はいはい、なんやらレンジャー、はいはい、ほんでそこのそのエレベーターがねカンテレの、うん、はい、でお前あれ誰が言わはったんか忘れたけど偉い人や、うん、この赤レンジャー、ゴレンジャーか、ゴレンジャーで果てれるか言うたんや、エレベーター乗ってて、エレベーター乗っててゴレンジャーで何階かまで行って帰ってきて果てれるかが若いから、うん、なんぼかもうて、なんぼかもうてで降りて開けたら果ててたんで、行さん金もう大丈夫どんな芸なんですかそれもみんなに言われて、すごいわすごいわって、すごいわすごいわすごいわじゃない、すごい、ゴレンジャーで果てよったで鶴瓶言うてエレベーター上から帰ってくるまでやで、はい、行って帰ってくる、まあ、すごいやろ、短い時間ですよね、そう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 、中にも乗ってないねんね、そう乗ってないですよ、ゴレンジャーの赤レンジャーやで、赤レンジャーのヒーローです、赤レンジャーのヒーローのその股のシワで行ったよね、またやまたやそう、若い若いつでも果てられる人ですからね、そうそうそう、富山の手術で果てたりしてだからそれでえらい人気者になったから、もうそんなやったらみんな求めんねん、これで果ててみたらさーってなれ弁償してもいたはったもんは、もうえらいもんやなさすが人間国宝だ、弁償してもえらいもんやな、国宝からのお墨付きだよ、すごいですよ、まあ、なかった 国に認められたようなもんですよ、すごいよ、それ俺もめっちゃその有名な人みんな笑わすの好きやったよ、はー、うん、だからもう可愛がられるんでしょうかね、可愛がられるというかね、だから吉本の連中とみんな仲良かったもん、すごいですよね、いやそうだって、昔からの歌舞伎役者さんとも仲いいぐらいですから、芸人の世界だけじゃないですもんね、普通ね、その歌舞伎役者さんの中に
話し家さんが入るっていうのはなかなかないことだっておっしゃってました、ね、いやなかなかないってそういう方がいなかったんだけど、うん、入っててもおかしくないし全然あそうなんです、うん、逆に言ったら、うん、飲む場所やらない逆に教わってんねんから実際いらっしゃらないですよね芸人の中で、ね、あんまり一緒にね歌舞伎さんそれは、うん、だからここおもろいで言うたら、うん、みんないかはるもん、うん、だから俺の確か俺が行きつけやったのに、うん、みんな行き出してると、ね、あれもねみんな行き出してるとそれも人間国宝まで行き出してる状態が多かったもん。よう開発したよ呼び出されるしな。よう開発したしようこんなとこ見つけるなよなそうこんなんないでいうの見つけんねんここおもろいでって言うで行ったらみんな喜ぶしやな。そこはみんなもうすごいメンバー集まってたよ、うん、そこのところに、ね、別に変なとこちゃうよ、うん、でももう言うたらまあ言うたら日本のお茶屋みたいなところをちょっと見つけてくるわけ俺はね。うん、うん、それだからハマったはんだそれでみんなハマったはんだ、いやだからそうだからでも一時 そういう若い時遊んでたけど一時やっぱりもうね言うたら友太郎から言うたら勘弱になった時間は一緒に飲まんやん、ね、あんまりね。だから勘弱になった時にいっぺんで対談しようかいうねそう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 あってそれからちょっと会うてなかったですもん。電話もまああるようなないような連絡もそう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 だから長いことを経てやっぱ思わん合うねんやなこないしてもうこれなったんでこないしてねやっぱりでも若い時仲良会うてなかったらここまで分からへんわ勘弱さんですかとかなるやんか、うん、はいはいな、やっぱりこう歌舞伎役者の方って僕らからしたら同じ伝統芸能でもちょっとすごい格式、まあ、国がな、うんね、バックに出るやんバックに出るやんっていうのもあるしかもしれない。実は歌舞伎いうのはもうめちゃくちゃ娯楽やからね、はい、もう娯楽の原点みたいなもんやからね、うん、原点で、うん、とか毎月は、ね、娯楽の原点でずっといた、まあ、やってることも、まあ、言うたら僕は22からこの世界入って10年ですけど、うんうん、もう言うたらもう3歳4歳ぐらいからずっとやって舞台に出てって、まあまあね、もうほんま超英才教育じゃないですか、うん、それってそのお会いすることがないんで歌舞伎役者さんにすごい普通な感じの質問なんですけど、うんうん、そっから歌舞伎役者の家族で生まれてサラリーマンになるみたいな人いないんですか、うん、そういうこともありえます。あるんですか。いや実は自分私がね、はい、あんまりそんなになってないんですよ。初舞台も遅いね。ここだいたい遅いよ、うん、遅い8歳や。ああ8歳、ま、だ8歳って、うん、あのここの弟はもうちょっと遅いですよ、うん、だから、同時やったからあの子は6歳ですよ、ね、6歳。その代わりそれも小学校の間だけ出てて中学高校など一切舞台出てない。で 大学になってちょっと時間あるなってのも私はちょっとずつ出てたけど弟はもう一切体育会のゴルフ部やったから、もうそのままゴルフめっちゃうまいねん。365日360日やってるからね体育会さん。何だもん歌舞伎なんか出てるまんないわそれ。だったらあかんで色白でいとかなあかんの真っ黒くらいやろ。ちょうどまたそれでね2つ違い、まあね、弟と、はい、でこっちは、まあ、大学入ったら時間あるし芝居でよかったら軽い気持ちや、うん、出たら、なんでけへん。これ当たり前や、何も稽古も何もしてないねんから、うん、ないきなりできるわけない、うん、でそこをしてるうちに卒業や打った時にまあこっちはまあ言うたらレールが敷いてある、ね、歌舞伎役者になるレールが、うん、それに乗るか乗らへんかもこっちの自由やいう状態。あそう、他にもっとやりたいものあんのやったら多分なってへん。うん、でまあとにかくどんどんできへんかったか悔しいかなんか知らんけど、なんやもうこれと思ってイライラしたら、まあ、とにかく役者の道に卒業に就職のように入るわけ。あと1年後の弟はもうその大学の間もやってないから、ずっとね今言ってゴルフやからね。でたまたまその時に母親があっちの職業やって、うん、ね、うん、参議院議員やってまだ、うん、せやから男の子2人にやったらもう片っぽは政治家でもええやないかってぐらいの感じやって流れが、いやほんまにだよよならば戦略は政治家やった。あいつそれ向いてるわまたそんな、いやいや もちろんかあの向いたらもう本当に歌舞伎の世界ではもうなくてはならん人間だったけど、まあそうある意味ぬむいてるか向いてるな、もう理路整頓としてるしね、えらい違いもんそうやこっちは向いてない、あいつは向いとるほんまに、人間ちゃんとしてんの、きっちりしてんねん、きっちりしてる、おもろいしね、そういう話もあったぐらいから。でうちは特に特殊かもしれんけども、あの子供の頃からあれあの役者になれって言われたこともいっぺんもない。
で逆にやっぱりそういううちに生まれてもなってない方もいてあります。絶対しなきゃいけないこと。あの指導君の指導のお父ちゃん、お父さんやったあれ、はいはいはい、全然やった。だから指導がまた逆に後にそういう世界に入れた、それで苦労したんや。そうや、それでもやるって言ったらそれ頑張ってるわけやからね。よーでやったよ ね、 そ う、 ね、そういうことあるわけ。愛之助なんかそうやんか、松竹芸能の子役やったよね、あれ、あの子は全然あの血何にも入ってないの、で養子で入ってるわけやから芸養子になってる。そう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 、あ、そういうパターンもまあ松竹芸能やってんで、そうそう、まあまあほんまにもうすごいレアパターンでしょうけど、ただ今でも役者やってる方でみんなそういう人いっぱいいてますよ。だあの人間国宝の玉三郎さんな、あの方も部屋子で入ってやね、あれ、あれも普通の栄養士になって、そういうことを名前を出していただいて、あんなもんになるってすごいな。いやすごいですね、まあ、女方ね一番になってる人間国宝やね、それは。そうそう、だから僕なんかこの、なんていうんですか、あの家柄で絶対決められるというわけじゃないんですね、まあ、だからもう本当に、うん、まあ、今の高校生とかが、うん、逆に言うたらね、家柄だけでなれるのやったら、はい、どんな言い方悪いけどどんなアホでもなれるようになってしまうからね。そうだ、やっぱりあかんのよ、それあかんもんあかんし、できるもんはできるし、だから出てくるもんは出てくるね。なるほどなるほど、ほんまにそうやで、ほんまそう思うわ。なんでこうすごいやっぱり出てくるなってあるやんか、もうなんかあんねやろね。もうだからどうしても理縁はとか歌舞伎界のなんとか言われるけど、それやっぱりある程度かよう考えてみんなやっとかんと、それはこっちも足すくわれるし、いや恥かくのは自分や、うん、恥かくのは自分やけど、ようやったな思うわ、ほんまに。あの時代でわからんとやってたよ言うねんからな。そう、そのむしゃくしゃしてるの全部こう言ってたかもしれない。発散してるね。もうほんまそうやね、ものすごい踊ってたもん、あのラウンジでガッ。その時も二人とも結構出たはる時やったんですか。まあまあね、いやこっちはもうまだも何の、あ、俺はね、俺はもうテレビ出てん、その時でもやっぱ違うっていうのはあるってことですか。いやいや、おもろかったもん、根っからおもろかったし、別に歌舞伎役者として見てない、おもろい人間やな思ってる。だからあの時のあの海老蔵か、今の海老蔵、海老蔵もそう、新之助もそうやけど、そんなその歌舞伎役者じゃなく、普通おもろいやっちゃな、こいつと。へえ、そう、あの三之助も一緒に飲みに行ってたよ、まだ飲んだ、そう、また新之助時代やね、新之助時代、菊之助やったから、そういう時代、いや、おもろかったんや。その芝居がうまいとかそんなんちゃうで分からへんもん、おもろいよね、人間のおもろさっていうのは、やっぱり新之助は飛び抜けてたな。へえ、どう飛び抜けた、やっぱ変わっとった、変わっとった、変わっとったんや、ある意味、ある意味変わっとった。だから俺携帯には変わってるって入れてる。変わってるって入れてる。でもやっぱ変わってるからええねん。人と同じよりは違うね。やっぱり違う方がおもろいね。おもろいね。だからもうそれ、まあそういうなんてあんねやろうな、これ。でもまあ2日からやで。もう2日から鴈治郎なんねんで。いやだから今言って、じゃあいつから鴈治郎か、初日かどうかよ。ああそう。公演って。名前変えるって言うでしょ、はいはいはい、名前変えるのって僕はそれは落語家の世界は分かりませんよ、はい、でもいつも口上とかあるわけでしょ、あれもいつもね、はい、いわゆる口上の公演の時から名前変わる、そう、口上で、あの、を境にじゃないですかね、その初めて一番最初の、うん、口上から変わりますっていうです、ね、でところが、いや歌舞伎役者の場合違うんですよ、はい、いつからか言うたら、その襲名披露の公演の前の稽古の顔寄せの時から、はい、だから顔寄せいうことは興行側と役者が相対してもね、向かい合って、来月はこうでございますと狂言方がこういう芝居しますと読み上げて、で 手打ちして、はい、ほんなその時に襲名する人間がいる時は役者側の端っこのところに紐を線していたって、はい、そこに門付き袴で座ってるわけ、ほんな興行側が、あの、来月誰々さんこの名前襲名しますとよろしくお願いいたしますって、その瞬間から名前変わる。ああ、そうなんですか。だから今度の場合は12月28日に多分顔寄せあるから、その日から鴈治郎、12月28日で、ところがその前に、うんうん、
あの船乗り込みさせてもらうと思って今、ね、おねりするよりもさ大阪やったら道頓堀あるから船乗り込み、冬に1000でもええねんけどな、寒いしやむやむ、ね、決めて決めて決めた。だからもう船乗り込みするときはみんなガジラーンって言ってくれるでしょ、うん、もうそこで変わったもんやと思いますもんね、うん、でさっき言ったやつや、はい、あの門が違うんです私は、うちがね、名前によって違う。これが、ね、そう、うち門が一つやったら何着てても何のつもりで乗ってますよ、はい、ええわけやけど、門が違うから丸わかりやね、うんうん、でだから観客の門付きて乗ってたら観客になってまうから、はい、ショーなんかその顔寄せより前やけど、はい、作らない船乗る乗り込みの時は幹事の門付き来たな、いやどれぐらい前から作ってんの、いやいやありますよ、いや作ってんねんけど、じゃあその時だから幹事の門付きを着て船乗り込みするのか、幹事の門付き着て船乗り込みするかや、どっちですんの、いやだからもう火曜日より前やけどすんません、いびしきさせてくださいいうことになるわな、まあ、そらなんだろ、いいだろ、みんな感じらはんって言ってくれるもん、絶対、まあ、そうですよ、みんなほんなんかな、みんなかさこつくよな、いや誰かなんとかしてくれ、まあその前にまたまた船乗り込みの前に今度あの神津神社で成功祈願するんで、で、あの成功祈願とかなんとかって大体全名ですんでね、だから感弱で鴈治郎の襲名披露がうまくいきますよね、今奉納したり、せやけど神津神社で鴈若の門付き来てて船乗り込みでまだ着替えて、めんどくそでしゃあないせやから頼むし、もうその日28もう午前0時で言えばもうその日から鴈治郎にさせてくれと、僕は神津神社も今度は鴈治郎で奉納させてもらおうと思って、もうその日からだやっとで逆に言うたらいびしの門付きが切れる、なるほど、そういうことや、門が変わるっていうのもすごいことですよね、だからまあ、特にまあ言うたらおじいちゃんを、うん、っていうか知ってるっていう人もいまだに僕らも含めていてるから、うんうん、いやそれは嬉しいよね、うん、だから鴈治郎っていう名前がね、うん、何年かこううちの親父が藤十郎継いでから空白なわけですわ、ね、10年ぐらいかな今17年が、うん、ほんならとりあえず早う鴈治郎っていう名前世の中出せとね、みんな言うてくれる人もいっぱいいてる、うんうん、特にあの藤山直道子ね、電話で喋ることにいつまで待たせんねん、いつまで待たせんねん、うるさいっちね、もうこっちから転がりがあるんじゃん、それの言われるぐらい、結局それがあっていうことやから、やっぱりこっちもあ期待されてなる方がやっぱ嬉しいことやから、ね、時期いうのあるしね、まあまあそういう名前ですわな、鴈治郎、まあだから藤山直美もね、あの鴈治郎継いだらまだ何かやれるやん、そうそれ思って、思ってます、こっちこっちはやるつもりでいてるしね、やれそんなんもどんどんやっていったらね、うん、おじいちゃんもそんなことしたんだよね、うん、だうちの親父は逆に言うたら戦略から鴈治郎になるときに一切もう女優さんと芝居出えへんと、まだ散々やってんだよ、うちの親父は東宝歌舞伎いうのがあってね、女優さんとの駒歌舞伎いうのがあって、梅田駒いうとこ、で女優さんとの芝居もやってるし映画も散々出てた、そのおかげでおふくろとも一緒になってんねんから、せやけど一切それでか、それ映画だからね、それだからもう当時の鴈治郎になる時に一切それ出えへんと、歌舞伎だけしか出えへんっていいよって決めた、私はもうそれをやめます、そんなことないと、私は何でもさせていただきます、今言うてね、絶対そうだよ、二代目鴈治郎がそうやったから、そうそうそう、ね、うちのおじいさんが映画でも何でも出とったやから、やっぱうまかったもん、だから多分ね、うん、映画とかにもね絶対合うと思うの、うん、めちゃめちゃ合うと思うよ、うん、こういうフラーを持ってる人間出ていかなあかんねんて、何の役かは知らんけど ねいやもう名前があるからそんな変なとこからスタートせんやんか、ちゃんとあんねんから社長役とかに、なんでし、ね、駅前シリーズみたいなだっていい声だしね、駅前シリーズ森重さんさんも、ね、おもろいしな、やっぱいろんなことできるか、いやこれ楽しみやな、こんな、いや本当ですよ、ま、なんかね、だから俺はねやっぱりね、その噺家と歌舞伎役者をつなぎたいと思うから、例えば、うん、あの生きてる時の勘三郎と談春つないだりしたい、談、うんうん、春、それからあの志の輔ね、うん、今仲やっとけと、うん、絶対今おとかな、いや死ぬとは思ってなかったんやから、うん、あれおといてよかったよ、うん、お前絶対おとけと、うん、絶対会っといたら損せえへん言うて、もう早くおとけ言うて、うん、歌で追ってたからね、はいはいはい、で後にあの長野でまあ言うたらまあ、追善すんねんけど俺らはね、うん、だからやっぱ会わないとあかんって、大人がお前壊したら大人やから、うん、そこから繋いでいったらまた絶対必要やね、うん、会うって、ゼロと100はやっぱり全然、まあ、ゼロと1でじゃん、ね、ゼロはゼロやもんね、いくらも絶対ゼロやね、だからまあ繋ぐってすごい大事、生きてる時に会っとくことって大事よね、うん、
いろんな人に会うとくっておもろいで、うん、したいと思ってもなかなかできないことの方が多いんでしょうけど、ちょっとあったら無理してもまあそこ行って会うとかいうのでやった方がいいと思うな。うん、まあ自然に会うけどね、そら会っていくしね。あのまあ確かに縁っていうのもあるけど、やっぱりこう繋いでくれる判断はそれは嬉しい。で、きっかけっていうのは絶対あるわけやからね。そう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 。そうやな。だからあの自分のマネージャーのあいつね、あの高林、今仮についてる、あれ俺のマネージャーやったからね。聞いた聞いた。へえ、そうなんですか。へえ、聞いても。全然知らなかった。あの、あ、そうですか。あいつは北海道行ってね、で、朝ね、うまいもん食べたいって、まあ、あんな体やからうまいもん食べたいやん、うん、食べよう、ね、まあ、雪の日にね、何やら食堂いうの入って、ものすごいあの、まあ、鮭とかいろいろ出してくれて、はいはい、朝からいくらや、はい、俺もそないかさん食べないからお前も食べや言って、いくらもう思いっきり食べよってな。で帰りの飛行機の中でな、あの喋ってたらこっからいくら出る鼻から、ほんまほんまやな、そんな漫画じゃあるまいさ、食べ過ぎて鼻からいくら出るぐらい、体の中本当だって言ってますよ、喋ったらいくら出てきたし、めちゃめちゃ怖すよ、頭の中でパンパンになっちゃったってことですか。うわーとおもろいな、ほんだからすごいな、いくら出てるわと思って、それで世界回れますよ、出てんねんいくら。俺はあのね、あの CA 読んで、あのまた入ってきはったよね。悪いわ、ええ、すいません、あのいくら出てるんですか。それ言われてどうするんですか。めっちゃびっくりしとったもん。いくらバー出てきてるの、鼻からいくら出たん、あいつぐらいで。どういうことだ、構造が分かんないですね。体の食いすぎて、食いすぎて、食いすぎて、食べすぎて、食べる時にね、吸いながら食べてる。いや、うまかったよな、いくら。あ、美味しかった、覚えてらっしゃる。あれめっちゃおもろいわ、思ってんね、ほんまに。鼻からいくら食べてる経験はできない。あれはすごい贅沢。だからものすごく食いよって、何倍も食いよったいくら、朝からすくいで何倍も食いよ、新鮮なやつ、ね、それもな、それ多分いくら潰れんと出てんねん、出てる、潰れんと出てん。いや、だから思ったよ、俺初めの鼻血かな思ったよ、にしてはちょっとね、せどうぞ、精力強すぎて、ね、元気になっちゃって鼻血出しとったよ、鼻血って言おうかな思ったらいくらやったから、これはもう幸せさん読んだ方がおもろい思ったから読んで、なんスチャーデスさんとか CA さんはなんておっしゃったんですか。笑わはって笑わしかないでしょ、そら笑わない、じゃあネタぶりやと思ってるぜ、人間な、飛行機の中でこういくら出してる人ってあんまりいいの、それはそうでしょ、初めて見たんでしょ、まあそんな話も聞いたことないですよね。それが今はな、あの仮やけども、まあちょっと今手伝ってください、今度感じのなる感じのマネージャーさんを、もうでももう出ることはない、ものすごいいくら食わしたら出てくるんだ、マジで。それおもちゃじゃない、そういう縁やわな、こうやってつないで、いや実はって言われて、へえって言うと思う、実は鶴瓶さんと行かせてもらいました、まあ以前に、はあ言うたもん、へはめられてんかなと思ったもん、ね、なんで同じ松竹やからね、松竹でもまあ僕は俳優とか歌舞伎部門やけどね、今そっち芸能じゃないですもんね、松竹、今松竹芸能には一旦潰れたんや、潰れたんやね、勝さんが死んだ時にもう潰れた、松竹芸能はね、はい、ほうほう、だけど新たにまたその永山さんが、うん、あのっていうか今の、誰や、今の永山さんちゃうわ、前の会長永山さん、今の、今も大谷さんが会長ですけど、ね、大谷さん、大谷さん、で今その人にはね、誰や、社長は坂本さん、坂本さん坂本さんになったんや、はい、ほんで俺坂本さんそんな知らないからね、ほんでもまあ俺松竹芸能やめるやんか、はいはいはい、もう松竹芸能ないねんから、おやすさんがおったから松竹芸能おったんや、やめる言ったら坂本さんがもうやめんといてくれと、はい、あ、ほんならいとくわいよ、同じ松竹、ね、はいはい、同じ松竹やねん、へ、今社長が井上か、うん、でか、か会長が安倍、今変わった、安倍やな、安倍さんや、安倍さんもほとんど何言ってはるや分かる、いやそんなことない、まあまあさ松竹で一番上にまたおもろいな、松竹芸能の子役の子でね、はい、うんうん、吉岡辰樹優子がいて、うんうんうん、これ少年 H、 はいはい、あ、そうですね、あの子が実は正月から部屋子で入るよ、もう映画せんで、いや歌舞伎やりたいんです、ああ、そうなんです、
実はうちに来よう、うちに来よう。おいくつですか今。中学3年生、今度3年生。師匠買った月いう名前もだから今度、今実は7月からずっとあの修行できてたんやけど、1月からも名前もつけて、あ、じゃあもう完全中芸名もうちの一応坂田藤次郎の弟子ってことになったけど、あ、坂田いう名前名乗るわけいかんから中村ですわ、はい、だから鴈治郎のとこでやるということで、うん、ちんと俺に来るんですよ。それもまた、いや絶対ええと、絶対そういう、あのやっぱりね、まあ弟子じゃないけど部屋こう取ったらその辺が分かるからね、全てのことが分かってくるって、うん、みんなつながった部屋こからもやっぱり出てきたん、いやみんなそうですよ、部屋からなったらみんなええなる、役者になる、みんななる、だそういうこと、そういうこと、もしかしたら未来の愛之助なあ、ね、なるほどだよね、へえ、可能性もったことですよ。入ったらまず何をされるんですか。何をする言われても困るけど、とにかくずっと黒を着ていてますよ、まあ、一日中いてる黒子さんをまず、だけどとにかく言うてるのはやっぱ学業優先、絶対まず高校までは卒業せえと、絶対にそうすらあかんと、少なくともここまでせ、だからまだ中学生やしね、だから来れる時言うともう土日しか来られへんかったりするけども、とにかく芸名もう1月からつくことなんやから、それは自覚持ってくれたらええし、うん、という中村美樹いう名前に、ああ、それも俺も立派に育てるわ、俺もな、でかいな、何の先生、いやいや、まあ、わっといける人になりたいやんか、わっといける、まあ、でもね、そうですよね、わっといける、だから あと3年待ってくれる、まだ2000年、いやまだ、あと5年待たない、この前の前さ、俺は捕まる、これはそうやろ、ワッとする人、ワッとね、うん、でもそういうワッというのは今までいろいろされてこられたので、うん、どういうふりやろ今のは、まあ、役者さんって遊ぶっていうのも、まあね、仕事の一つでもある、うん、言うてるどういうタイミングで覚えていくみたいな、いや芸、まあ、の肥やし、芸の肥やしってさ、はい、あの何にもならんことはないけども、芸、はい、の肥やしそんなんならんよ言っちゃった、そうだ、ね、あ, で、あれ電波って広げてるだけやね、まあまあ、それを正当化してるっていうだけで、ただね、あのええ年してどっか知らんかなって聞かれるわけよ、ほら、うんはい、まあこいきやとか、うん、今もう長いこと新陳出てないから分からへんねんね、うん、変わってるでしょうし、ね、まあ、出とかなんか、まあ、峠はしてる今でもね、うん、もう大阪の新地に出てないわけよ、ある人から電話かかってきて、どこがいいですか言うねんけども、うん、まあまあ老舗のとこ教えたよ、はい、ね、そこ、うん、まあ他もあるけど俺そんな行ってないからもう、うん、前の岩崎とかね、うん、それから、うん、まあね小野とかねそういう時代がもうちゃうわけやった、うん、今ワールドとかカーリングとかそんなんで、うん、もう行ってるけども、うん、もうそんなこと言ってないね、うん、言ってないの俺が教えたってあれやけども、ね、まあまあ電話してんだここ行きなって言うて、うん、まあできる、東京は言えるよ、東京こことこことここ行ったらええでって、はい、そんなん言えることはすごい大事やわ、お茶屋はいる生でもお茶屋は変わらへんからね、うん、でも逆に言うとお茶屋の一つも知らんとってことはあるね、やっぱり知ってたわ、知らんよ、知ってたわやん、その間違いない、そうそうそう、お茶屋だからお茶屋はまあ言うたら東京、こっちは鶴太郎っていうとこやけど、うん、向こうはまあいろいろ知ってるわね、まあまあ大きいとこでは金田中とか吉祥とかね、うん、小菅とかいうのもあんね、小さい小さいとか、これまたなかなかええねん、どこやねん、ここ山本五十六にあのラブレターモーターです、すごいお母さんね、お母さん、すごい話です、ね、山本五十六にラブレターモーターで、そんな見れるだけですごいで、いやそれはもう本当博物館に置いとかなきゃいけないよね、本物、本物見せてくれるんですか、本物、本物、鶴太郎のおかんはもうすでに階段上がられへんからね、あの安い千鳥みたいな声、あのだって言うたもん、鶴太郎さん勝手に自分で行ったって。そうそうそう、一元さんお断りなんです、一元さんお断りやん、言うてたもんね、断りだから俺はね、小石野とか、それからめぐみとか言ってたんやけど、もう、もう向こうは今だともう潰れたから、うん、どっかないか言うんで、うん、もうおかんも年いかはったからどっかないか言うんで探したのが、まあ大阪でお茶屋知らんかったあれやから言うんで、うん、鶴太郎見つけたんや、うんうん、鶴太郎この電話かかってきたわ、うん、なんかテレビで言うてくれあったみたいで、おっしゃーありがとうございます分かってるありがとうございます、言うて電話かかってきたんやね、
でもそういうのってやっぱり行くって大事やんか。それはだから電話番号書いたの調べて電話して、電話したら俺が消火器売るおっさんやと間違えられなんか疑うとはんねん。もしもしお母ちゃん、私消火器連れて申しますやつって、あの人ですか言うか、いやそれで出てるそうですって、ほんで何月何日にもうほんのこんなんね言うて悪いんですけど、ちょっとあの芸妓さん何人と、それからもうあのこうこうこうで、あのこんなもん食べたいんで用意してもらえまっか言うたら、って言われるから、いやいや、だから どうしはったんですかって言ったら、この間もう消火器売られていやいや、だからお母ちゃん私ね何も何か売るとか言うてない、お客さんとして生かしてほしい、はいはい、芸妓班呼ぶのもね、やっぱりそんなんキャンセルされたらお金かかるし、言うからね、お母ちゃん私あのしょうくて鶴瓶と言うんですけども、あの分かってはるでしょって、分かってますけどほんまにおっしゃんでっかい分からんわな、こればっかりは。いやだからどんな詐欺なんですかと俺聞いてるのね、行く行く詐欺っておかしい1円も入らない、得しないですよね、得しないでしょ、なんの嫌がらせやすい芸妓ね、読んであかんかったし、ナビジムの方がごめんなあれちょっと嘘やったんや言うぐらいの損やわな、はいはい、そうですね、せやろ、そうですね、ね、でそれがじゃあ生かしてよとほんでまあほんまにでも当日まあ行かなあかんやんか、で俺ってやな、うん、それからあの米座、はい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 、ね、でそれからあの米団地、はい、だからあと何人か連れて行ったんや、うん、ほんだらその米座が太鼓のおっさん、あ、そうですね、名取の、そうですね、芸妓さんにずっと太鼓教えてはんの、だから米蔵が行ったらものすごい先生言われてる、金出すの俺やで、ね、俺がキャーやんか、そうだな、米蔵がおっしゃーもうほんま先生もう言うて、もう腹立ってきて、もうねおっしゃんがいたはんねやと、おじさんがいたはんやったらもう信用できますみたいなことになってね、俺後から行ったから米沢の後に行って、米沢偉い信用や太鼓教えてもてるからそんなことなるか探したとこですごい、うん、やっぱつながるんですね、つながるね、のおしゃれだね、そうですね、まあ、先生ですから、ね、芸事はやっぱり芸事はすごいよ、芸は見事すごい、芸事はすごい、ね、なしとくもんだな、しとくもんやでほんまにでも年いった芸妓さんがみんなおしゃはん言うてんねん、米沢のこと、ああそうなんですね、そうやで、何理由だったか忘れましたけど、ちゃんとした、はい、いや、うん、あのそれはそれはちゃんとしたやろ、はい、うん、そうやね、だからこれ米朝一もすごいよね、やっぱいや本当に、笛もそうやんな、堤も、ね、堤も笛、あそうだったろ、全然朝吉なんか笛やな、笛、そうですね、聞いたことある、はい、笛みんなに教えて、めちゃくちゃうまくてめちゃめちゃうまいね、笛専門でやれへんかって言われたラグバーで笛専門でやれへんかって言われた、ミュウヘが習いに行ったんけど、うん、唇がちょっとドドドドなってあかん、うん、ろくなでしょ俺よ何じゃそれなんかいつも文句言ってるから唇出てんねんな、よく言ってるから、ならないっていうね。でももう年いってからやな、いろいろ踊りもやらなあかんかったやろ。そうだそうだ。大変やろ。二十歳になるぐらいの年齢。若い頃やってたやろけども。いやいやいや、してないですよ。だから中学高校のあのね、ちょうどね、子役からあの大人の役になる間、それも声変わりもする男の子はな。そんな中学高校の役もつきにくい。男、はい、大人でもない子供でもない。だからその間っていうのは役もつきにくいけども。日本舞踊の稽古するなり、鳴り物の稽古するなり、発表会でいわゆるそういうこと出る、おさらい会でそういうこといくらでも出れるわけや、うん、それを一切してなかった、はあはあ、何にもしてなかった、そんでこれではあかんなと、うんうん、で自分で二十歳になってから行ったやから、ほんまに二十歳になってから初めて二十歳の三味線と鳴り物と行ったよ、すごい、何にもしてなかった俺、行けた、行けるもん、いやいや行けるもんも何も、向こうのおじゃんの方がびっくりしたよ、はあ、何もしてはんかった、逆に可愛かと思って、中学生みたいなと並んでやってたこっちが、あん
ならその稽古場行って、なんや偉そうにしてるとか、なんか先輩で偉そうにしてるのは今のかみさんや。向こうは21の時にもう家元やもん。はあ、もう家元、その踊りの家元やったからね。でも子供の頃叩き、もういろんなもん叩き込まれてるから、うん、その稽古場行って、あ、ちょっと2つ年上やからね、もともと。なんや怖いなと思ってんの今の神さん。もうバリバリ、バリバリや。こういうとこあんねやろな、やっぱちょっと上で綺麗でちょっと年上の人は、はい、あんまりガンガンと来られたらいっぺん言わしとこうかってそういうのなら分からない。それは手つきがおかしい、手つきがおかしい。だからそうだったらもうね、ちゃんと子供も産んでずっと後や、後の話。それは後やけど、自分よりも先輩だよね、年上だよ。逆に教えてもらってたぐらいの。いやいや、神さんとある、一緒になるかいう話、はじめとにかくほっといたらこいつらあかんと、うん、親同士が、うん、親も思ったよね。いやいや、でもその前があるがな、その、いや、その時知らんって相手にされへん、こっち、うんうん、で相手にされだしたのはどれやだ、またされだしたち、そやからおうちの時お互いもう小さい子が分かってんねんし、うん、もうそんなもん今更、じゃいわゆる見合いみたいなもんや、でも今更もうやめとこうやと。分かってる、俺もそんな気ないでやめようなって言って。どういうことやねん。やめようなって言ってて、あ、結婚なんかやめような。いや、もうとりあえず、いや、お互いを追ってみろって向こう、俺顔見せやったかな、うん、顔見せ出てる時に向こうも、向こうはおばあさんや、うん、いわゆる親じゃないわけ、一代離れてるから、うん、もう早焦ってはるわけ、うん、なんとかせなあかん、うん、ほんでいっぺん顔見せを毎年顔見せ出てたから、そこの楽屋へ行ってこいと言われたらしいね。ちょうど出番じゃない時にわざと楽屋来て物だけ置いて帰るよって。会う気ないわけよ、もう今更なんで俺二人会わなあかんねんとこっちもあったわ、うん、でその日は、こっち祇園町で飲んでたから、うん、向こうはポントジョで飲んでて、でもどうも弟にばったらあったらしい、向こうは、うん、弟を先着捕まえて、まだ先着になってない広太郎の子、なんで今更私あんたのお兄さんと一緒にならなあかんのっての話や。ほんでそのまんま流れて年明けて、はあ、でこの向こうはその江戸っ子のおばあさんやからね、もうイライラしてるわ、うん、はい、どないなってどないなって、もうこれあかんなって、いっぺんやっぱりちゃんと会ってお互い位置の、ね、確認をして、うん、もうやめとくなってやめとこなってお互い言おうなって言うために、もういっぺん1月が大阪やったの、大手、うん、でお互い確認をして、うん、で別れて、うん、ほんならええんやと思ったのは2月、開けた2月、何でこんな話出したか分からないけど、2月、開けた2月、2月がね、まあ最初で最後やね、うちの親父の相手役やったんですよ、うちのかみさんが。一月間踊り座っていう芝居で、うちのかみさんが、うちの父親の踊りの相手役、相手役、一月公演、全巡業回るのね。で2月休みやったんですよ。で休みやから当然稽古も見に行くし、行ったらそこにかみさんがいてるわけね、その楽屋に、うん、おいしそうなところの楽屋並び、いっぺん言うと思ったら楽ですわ、こっちも、うんうんうん、せやから、まあ、いつも顔はこうした方がええねんとかなんとかっていうことはこっちもダメも出せるしなんとか言うて、うんうん、言うてるうちにこういう関係って楽なんやなと思い出したよね、うんへうん、んでなんだかんだ言って一月あって、でまたその次の月ぐらいなんか言ってるうちに、もうな、酔っ払って、もうこうやったらもう一緒になってまおうかって言うたらしいんだけど、お互い覚えてない。いい加減やな、実にいい加減な話や。いやいやいや、ほんなら帰ってどうもかみさんの方がそのおばあさんにどうもこういうこと言われたらしいってのこと言ったよ、うん、ほんなら江戸っ子や、もう言って待ってんね、もう決まった決まった決まったみたいな、既成事実みたいな、外堀から、はいはい、いやでもこれは縁やな、だから縁だ、その時なかったよね、もう一切ない、一、うん、回も断ってせんとこって言うてたのに、うん、次の年にもう言うたら月にこう、そういやこれ、このやっぱ踊りもめちゃめちゃうまかったでしょ。それはもともともう家元になってるしね、うん、そう、それはもう今もやめたはんの、もう、いや逆に今年の9月、つい、この間ね、に家元からもう当然 おばあさんである、その東徳夫さん亡くなったはんで、でうちの神さん東徳也いう名前やったんけど、そのずっと徳夫いう名前に次の嫌がってた、でも息子ができたうちにね、はい、和太郎いうのができた、で神さんも21でも家元継いどるから、21やってんねん、ね、おばあさんやから焦ってはったから、もうでもかわいそうに大学も行かされんと、あんた踊りやと息子に押しつけられてた人やから、もう全然まるで違うねん、全然こっちとこっちと違うねん、それで21やったから、うちの息子ももう20超えておるから
家元にさせてもいいと思ったよ、うんうん、だから代替わりしようと思って、で9月にうちの神さんが特保になって宗家というのになって、で息子が家元になったわけ、でところがその時だ結婚する時に、うん、悪いけど東流っていうのことをやってはる、やってはるややってんのうちの神さん、うんうん、俺一切関わりませんよと、うん、もう東流日本舞踊のことも分からへんし、うんうん、もう東流もその関わることできへん、それが条件みたいなのはっきりそれはできませんって言うて、うん、ところが息子に関しては血が入ってんねやから、うんうん、まあまあしゃあないわな、ね、だからね、その代わりやるやらないはこれは俺も一言も言われへん、うん、やりたかったらやったりってことは、歌舞伎役者と日本舞踊の家元というのを両立するいうことの大変さってのを分からん、 できへんしね、うん、ところがよく名前だけでも家元宗家っていっぱいあります、うん、実際でも舞踊家として今シャッと役者と舞踊家と両方やってある人はまあ2人ですわ、坂東三津五郎という人と、それから尾上松緑、これは小島勘右衛門っていうの、だそうすると芝居休んでも一月日本舞踊のために全国回ったりする、ちゃんと活動してある、うん、他の方がどうのこうの言うたらややこしい、でもしっかりやるってやっぱ大変なことですよ、どっちも両方やる、ね、それは俺息子には言われへん、こっちはやれとはね、でまして、ね、初めから東流知らん関わらんって言うてる人間なんやからね、だからほんならいきなりやっぱ息子もどっちもやると思ったんやろね、へそれはもうかみさんと二人の話だから、それで今年の9月にあの東徳陽いう名前で家元になるんだ、もうであのお祝いの会があって9月にね、でこっちも出るからって、であの9月は京都公演やったんで合間合間で東京帰って稽古行ってた、な息子はもう襲名の公演あるからやって芝居伝とずっとベタに日本舞踊の方をことやってるわけや、で京都からその下ざらいとかいういわゆる皆さんの前で初めてあのテープじゃなくていわゆる地方さんと一緒に初めて合わす時あるわけや、で大きな稽古場でね、大体まあ想像もつくわ、行ったらこうギリギリになって駆け込んですいませんっつって稽古自分の稽古だけやらせてもらって、また京都とんぼ帰りみたいな感じ、パッと稽古場入ったらふっと見たら真ん前に息子座っとんね、それ家元やもんな、そうだな、その前で踊るわけなんや、変な気分、すごいよね、頭の中では理解してて、いや家元なんねやなと思ったけど、そこ行ったら家元でみんな頭を入れてて、うわみたいな、これおもろいな、いやでもね、やっぱりそのちゃんとしたその舞踊家でありながら歌舞伎の役者、うん、まあ三つ頃がそうやわね、そういうのがやっぱ生まれていかないと、うん、特に髪型なんかはそうやってほしいと思うよね、うん、だそういうことがあるってことは、逆に言うとそのあのいろんな意味でやっぱり日本舞踊のはもう歌舞伎の基礎やからね、うん、こういうことなんでも絶対無駄にはならんわけやし、うん、それで彼がもし息子がその歌舞伎あの舞踊として何かしたら新しい舞踊も生まれるかもしれないし、それがまた歌舞伎の中でできたらええわけや、実際にやっぱりまあまあ、お母さんからそうやってやってくれたはんねやろけど、うん、やっぱうまいねやろな何がですか、いやだから息子、いやそれは自分でうまいって言うのおかしい、それね、いや息子いやだからそれで子供のこと言うのもおかしい、まあまあおかしいな、まあ、でもどんな地位やろな、それすごいもん、ちょっと一回見てみたいよね、見たいと思いました、いやいや出てますよそれも、ああそうなんですか、それが2月に一緒にレンジして踊るんですよ、息子と家元とレンジして踊るの、そういう言い方したらやりにくいでしょ中村勘雀さんをお迎えしてということなんですが、ここでお知らせをいたします、うんうん、はい、1月の2日が初日で26日が千秋楽ということで、中村勘雀改め四代目中村鴈治郎襲名披露寿初春大歌舞伎という舞台が、うん、行われるということですね、はい、息子さんの和太郎さんも一緒に、はい、お出になるということです、1月がね結局12月の顔見せがあって、はい、1月は松竹座で歌舞伎空いてますいうのが、うん、やっと定着してきたんですけど、うん、今度は襲名やっていうことで1月も2月もとにかく2月続けて松竹座で芝居やらせていただいて、はい、襲名披露やらせていただくということですから、初春大歌舞伎というのはもう決まってきたけど、2月も同じようにやらせていただくということです、これね今のこと聞いてたら、うん、息子さんとの連理師も見たいやんか、見たいです、そうです ね、片や家元とのね、これおもろいで、うん、そうですね、家元との連理師ですからね、息子が回ってる時に、うん、あのね、負けてられるかってのもですね、勘三郎が息子だと回ってる時もそうやったもんね、いやそうじゃ、その連理師もね、うん、初めてねやる時にね、まだ兄さん来てはって、嫌なもんだよと、
何がですかって兄さんと、いや子供とやってみ、いやなもんやで、気になってしゃあないでと、うん、そんなもんですかねって、まあまあ気付けてみますわと、一つも気にならへんかった実は。そうなんすよな、ああ、うん、もう自分のことだけしか考えてない。それはもう向こうはもう任せてもええねん。いやでもそれ全然気にならへんかった。ほんな親父氏を気にする。親父氏そうだったけど回ってんのか。ほんなら回ってんのか。ほんなら初日の日カメさんに言われたの、あんたなもうちょっと子供の気にしいや、今って逆に。まあ関西弁言わへんけどね、どっかやから言われたも逆に。全然もうだから今度もええ意味でね、こっちがやったことでそれはついてきてくれる、そういうことになることが一番いいことであって、で誰かのインタビューの時にレンジ氏って親子でやることが多いねんけど、意識しますか、どうも和太郎も聞かれたらしいね、うん、全然ありませんって言ってたらしいね。もうそれでええのやなと思ってたから、うちは共演が見られるということで、ぜひ来てください。ことぶき初春大歌舞伎ですね、うん、1月の2日から26日まで、こちらは松竹座で行う、はい、大阪松竹座で行われます、はいはい、そして、こちらの2月大歌舞伎、はい、大阪松竹座、松竹創業120周年、そうなんですね、中村勘雀改め、うん、四代目中村鴈治郎襲名披露、2月大歌舞伎、こちらは2月の1日日曜日が初日で、はい、25日が水曜日、ね、千秋楽ですね、はい、昼の部が午前11時から夜の部が午後4時15分からということです、はいはい、で1月に関してはですから、やっぱりお家芸ということで鴈治郎の家にもあるんですよね、うんうん、で今そこチラシも見てもらったら分かるんですけどね、はい、ちっちゃくね鴈治郎12曲というのが、車文章吉田屋というところと、それから封印切りというのの上にね、ちっちゃくね鴈治郎12曲というのが書いてあるんです、はい、1月の方ですわ、こちらですね、そのね、ちっちゃな字で書いてあるんだけど、これがね、まるで違う、今の鴈治郎というの字と違います、当て字ですわ。ということは初代鴈治郎の俳名とか、そういうもので、それでなんで鴈治郎12曲と書いてあるかと、歌舞伎18番いうのが成田屋さんとこ、いわゆる地下團十郎家にある18個有名ですわね、歌舞伎18番、はいはい、こういうこと得意芸、ね、うちのうちにも鴈治郎のうちにもその12個得意な芸があったんですよ、あるんですよ、初代鴈治郎、そのうちの2つをやる、だから1月に関してはもうやるお家芸ですわ。へ、もう二左衛門兄さんから賀藤兄さん、秀太郎兄さん、もう片岡皆さん出ていただいて、はい、まあ、大歌舞伎で梅玉兄さん出ていただいて、うん、で1月はそういうお家芸をやりますけど、2月に関してはガラッと変わって、今言ったレンジ氏もそうですけど、どもまたという、京成飯盒公どもまた、自分私もちょっと何名かやらせていただいた、これを、うん、2月に関しては市川猿之助松緑いう2人若い2人に来てもらおうって、ガラッと趣向を変えてやろういうのが2月です。面白いね。だからその京成暗号こういうどもまたっていう芝居もね、何遍もやらせてもらってますけど、今度相手役に猿之助君出てくれるから、どんなことになるのか自分でも楽しみですわ。あとそのレンジ氏と、あとレンジ氏と、へ、うん、となるとこれ両方見比べた方が楽しいという、全然もう全然思考も違うしガラッと変わってますね、うん、どうでしょう、これ誰がこれをやろうと言ったの。いやそれでね、だからやっぱりそう思います、うん、その経済反抗というのね、うん、だからそれは、まあ、1月に関してはあっさりそれはやっぱお家芸やった方がいいっていう、2月の時に、うん、いわゆる市川猿之助いう子がもういわゆる亀次郎くんですわ、亀ちゃんが猿之助になってからね、他の襲名披露もあんまり出てないんですよ、自分のことも、うん、で大体一座ですと彼が出るっていうと一座全員一緒なんですけど、今回に限り彼一人出てくれて、襲名披露出ましょうと言ってくれて、でじゃあ彼と組み合わせるに何がいいやろうってやっぱ考えたんですよ、なかなかうちのもんで一緒になるようなもんないんですわ、時にその、これやったらいいでしょってことをふっと松竹側も言ってくれて、頭の中で浮かんだのがあって、やったことないし面白いやろ、あの子も結構バーッと突っ込んで喋る子やから、この京成飯盒公のどもまたっていう、話はね、喋るのが得意じゃない絵師なんですわ、石の絵いくら描いても師匠に認めてもらえへん、でこっちが喋れへん分かみさんがブワー喋るよ、でそれが猿之助くんですわ、だからなるほどね、だからそれが結構その掛け合いでね、で夫婦愛の話なうまいこと選んだね、それだからそれええこと言うてくれたなと思って、こっちもやりたいしね、面白いなと思って、だからそれでやろうってことになって、ぜひ皆さんでもぜひね行ってみてください、そして1月の10日土曜日お昼2時からは、MBS テレビで四代目中村鴈治郎襲名特別番組が放送されます、こちら鶴瓶さんもご出演ということで、はい、そちらもぜひご覧ください。また皆さんで行きましょうよ。いやこれは見たいですよ、本当に、まあ、その後も行きましょう、はい、そっちの方も楽しみ大阪で探しとくわどうもありがとうございました。ありがとうございました。